マーティンバーゲンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ノースブルックフィールド出身のプロ野球選手。うとう。明らかに、精神疾患に苦しんでいた。死の前年には、幻覚から気候が目立つようになり、試合にも差し触るようになっていた。1900年1月19日に妻と二人の子供を、斧で撲殺した後に、ストレートカミソリで、自分の喉を切って自殺した。 保守としては、同時代で最も優れているとされていた。彼についての2001年の記事は、足を動かさずに二塁へ送球できた無知のような腕を、持つ軽快な野手と説明した。バーゲンの悲劇のニュースを聞いた、ジェシー・バーケットは常に送球が非常に迅速かつ、正確であるとして、世界のこれまでの野球の歴史の中で、最高の保守と彼を位置づけた。 弟のビル・バーゲンも MLB 歴代屈指の守備力を持つ星と評価された選手だった。マイナーリーグ時代からその能力は高く評価されていた。1896年4月17日にボストン・ビー・ンイーターズで MLB デビュー。ビー・ンイーターズのチームメイトはバーゲンの強力な腕と奮闘スタイルを高く評価していたが、バーゲンと チームメイトとの関係はバーゲンが常に不機嫌で、チームメイトを非難していたことからあまりうまくいってなかった。当時の新聞は、バーゲンについて、不機嫌かつ無口な男と記述している。ベンチで口論した後に、クラブには塩と言い放ち、チームメイトを脅した。また、セントルイスのホテルのダイニングルームで朝食を食べている、時に、同じテーブルに座ったビッグウィリスと口論して、 彼をいきなり平手打ちしたこともあった。家を離れていた1899年4月24日に5歳の長男がジフテリアで亡くなって以降は長男の死に対する罪悪感から現実から逸脱して気候が目立つようになりチームメイトとの関係はさらに悪化した。自分が誰かに狙われているという恐怖から常に特定の位置に座り側面から接近する暗殺者を見つけることが できるように横歩きを行うようになった。同年7月20日には所属チームの遠征旅行中の列車から勝手に離脱して自宅に帰り300ドルの罰金を課された。ビーミーターズがホームで試合を行う時は常に自分の農場で夜を過ごした。近所の人はバーゲンの様子について他人とは関わろうとせずにいつも子供と遊んでいたと述べている。9月末に 無言で再びチームから離脱して帰宅し、手が痛いからと理由をつけて、数日間を家で過ごした。10月9日の試合では、見えない加害者からのナイフによる激しい突きを回避することに気を取られ、投球を取ろうとせずに避けてしまったために、試合から外さなければならないほどだった。バーゲンは、唯一の生涯の友人で故郷の医師であるディオンヌに、対して頭の中がおかしいと告白し、 過去の野球シーズンの出来事についてあまり記憶していないことを認めている。思い出した人物の全員がシーズン最終試合後にバーゲンのところに来て彼の素晴らしいプレーについて褒めたたえ、ハマキタバコを与えたということだった。バーゲンはハマキには毒が含まれていると思い込み、ハマキを吸うことによって毒殺されるのを恐れていた。バーゲンはまたディオンヌと自分の妻さえも疑い、 彼らによって毒殺されるのではないかと心配していた。ビーミーターズの何人かの選手はバーゲンが1900年も引き続きチームの一員だった場合にはビーミーターズではプレイしないと述べていた。この時代には病気を治療するための心理的療法がなく多くの場合は病院に入れて閉じ込められた。バーゲンは睡眠障害を患っており唯一の薬として 収穫カリウムを使用していたが、彼の苦難に対して全く効果がなかった。1900年1月19日の早朝に、マサチューセッツ州にある自宅で、斧で3人の家族を殺害した後に、ストレート髪ソりで喉を切って自殺した。バーゲンは最初に寝室にいた妻を斧の鈍い部分で何度も叩き、彼女はベッドの上に倒れて生きえた。 斧の鋭い部分で3歳の次男を一度強打し、彼は妻と別のベッドの上で死亡した。6歳の長女の頭部を斧の平滑末端側で追出打し、殺害した。バーゲンはその後にカミソリを手に持ち、台所の鏡の前に立った。ほぼ口頭を切断するぐらいの力で自分自身の喉を切り、娘のそばに倒れた。世界的な注目を浴びた第二次ボーア戦争が、 激化していた中で、この事件はアメリカ合衆国において全国的に新聞の大きな見出しで取り上げられた。事件の後にディオンヌは、正気じゃない、狂人と繰り返し発言した。葬儀には MLB の関係者では、コニー・マックとビリー・ハミルトンの二人だけが出席した。1934年にノースブルック・フィールドとのつながりを持つコニー・マックと、 ジョージ・エム・コーハンがバーゲンの記念碑を混流するための資金を調達することに成功した。その記念碑には、マーティ・バーゲンを忍んで、1871,900、ボストン・ナショナル・リーグ・クラブの一員、アメリカの国民的ゲームへの彼の貢献の感謝に、混流されたと刻まれている。妻と二人の子供を殺害した後に自殺して、キャリアを終了し、MLB でプレーしたのは、 わずか4年間のみだった。にもかかわらず、アメリカ野球殿堂入りのための全米野球記者協会による投票では1937年に2票、1938年と1939年にそれぞれ1票ずつ獲得した。2001年にスポーツイラストレーテッドに掲載された記事では、ハーバード大学医学大学院教授の精神会、 カール・サルツマンがバーゲンの言動に関する当時の資料を調査し、現代精神医学の観点からバーゲンの診断を試みた。おそらくバーゲンは統合失調症と軽度の相うつ病を併発していたのではないかとサルツマンは推定している。ありがとうございます。